2013年、カリブ海にあるアメリカ自治領のプエルトリコで、一匹の子犬が死を迎えようとしていました。動物病院の診察台で安楽死の処置が行われようとしています。子犬の名はマレー。この世に生を受けてから、たった12週間ほどしか生きていないオスのワイマラナーでした。マレーは他の3匹の兄弟たちと一緒に海岸に捨てられていました。その海岸はよく犬が捨てられている場所でした。やがて地元の保護団体に助け出され診察を受けることになった4匹の犬たち。獣医師や保護団体代表のベックルさんはマレーたちの顎に違和感を覚えます。そして検査の結果、4匹はジステンパーという病気にかかっていることが分かりました。さらにここで厳しい現実が明らかになります。マレー以外の3匹は治療で治る見込みがありましたが、マレーだけは助からないと思われるほどの重症だったのです。ジステンパーは致死率の高い病気です。本来ならワクチンで防げるものですが、捨て犬のマレーたちは当然予防接種など受けたことがありません。だからこそ捨てられた上に病で死の淵に立たされるという悲劇が起きてしまったのです。マレーのような場合、仮に助かっても麻痺や痙攣が残る可能性が高く、獣医師はベックルさんに安楽死を提案しました。そしてベックルさんの決断を受けてマレーの安楽死が実行されることになります。診察台で最後の時を迎えようとするマレー。ちょうどその時、不意にマレーが傍らの獣医師を見上げました。その目は生き生きと澄んでいて、これから命を終えようとしていることなど知りません。純粋なマレーの視線に胸を打たれた獣医師は、それ以上動けなくなりました。そして安楽死の処置は取りやめになったのです。助かる見込みがないとしても、マレーは治療を受けることになりました。それから日々を数え、マレーは後遺症を残しながらも驚くべき回復を遂げていきます。後遺症の影響でマレーの頭はいびつに変形してしまいました。さらにほとんどの歯に問題があって抜くことになったため、マレーの舌はいつも口から飛び出しています。それでも生きるために戦ったマレーは死の危機から逃げ切りました。それだけでマレーには限りない幸運であったでしょう。奇跡のような回復力で退院までこぎつけたマレーは、その後ベックルさんの団体で暮らすことになりました。スタッフたちは病気のせいで特殊な見た目をしているマレーに里親は見つからないだろうと考えます。せめて施設で幸せに暮らしてほしいとマレーは願われていました。ところがしばらく経った頃、マレーに新たな幸運が巡ってきます。里親になりたいという大学生マッケンジーさんとの出会いを果たしたのです。彼女の強い希望を受けて、譲渡のためのトライアル期間にチャレンジするマレー。動物好きなマッケンジーさんは5人家族で、そこに2匹の先住犬と1匹の猫がいる大家族でした。マレーは今までに経験したことがないほど賑やかな場所に迎えられ、最高の毎日を過ごします。家族はマレーの病気や見た目のことなど吹き飛ばしてしまうほどたくさんの愛を注いでくれました。そしておよそ1ヶ月後マレーは正式にマッケンジーさんの家族になったのです。それからマレーはとにかく様々な経験を重ねます。家族との散歩や他の動物との触れ合いはマレーにとって刺激と成長の連続でした。そして次第にマッケンジーさんが大好きになっていくマレー。いつしかマレーは
毎晩必ずマッケンジーさんの部屋で一緒に眠るようになりました。マレーの居場所は彼女の隣以外にないのです。やがて3年が経ち、大学を卒業したマッケンジーさんは実家を離れて一人暮らしを始めます。マレーはついていくことができませんでしたが、二人の距離はテレビ電話がつないでいます。マッケンジーさんはマレーが寂しくないように電話で声や姿を届けてくれます。電話の中の彼女が寝る時間だと伝えれば、マレーは今まで通り実家のマッケンジーさんの部屋に飛んでいきました。離れていてもマレーとマッケンジーさんの心は確かにつながっています。マレーの生涯は山あり谷あり、日々刻々と変わっていきます。それでも今マレーが幸せであることは変わりません。闘病の末に後遺症を抱えていても、マレーの未来は他の犬たちと同じように約束されているはずです。折り重なる幸運の末、マレーは家族から愛をもらい、反対にマレーから家族に勇気や希望を与えながら穏やかな時間は流れています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。